お正月にぴったりのお部屋作ってみた。皆さんはお正月にやりたいことってありますか？例えば私がやりたいことはね、美しい絵画を眺めたり、おいそれどっちか偽物だぞ。美味しい料理に舌鼓。いいな、お寿司食べたい。変な目のアイマスクして寿司食うな。一流アーティストが演奏する音楽を聴くのも素敵だね。ところどころ気になるオブジェクトがあるんだが。そんな素敵なお正月を過ごすために必要なお部屋を作ってみました。格付けチェックのお部屋です。どうしてそうなった？確かに毎年お正月に放送してるけど、一説によると全国の日本人が一年で一番盆栽を真剣に見つめる日だと言われているよ。誰が言ってんだよ。今回レイアウトするのはケチャップちゃんとボン君のシェアハウス。必要なマイデザインは4枚だけだよ。A と B のロゴと赤と青一色で塗りつぶしたものです。 A と B のロゴのマイデザインはこんな感じ。よかったら真似して作ってみてね。 A のマイデザインは分かりやすくするために赤く塗ってるけど、使うときは背景を透明にしてね。どうして A だけ透明にするの？レイアウトしながら説明するね。お部屋のサイズは 8×8。 いろいろ試してみた結果、このサイズがいい感じに写真に収まるなと判断したよ。まずは赤いマイデザインで壁と床を塗りつぶします。次に部屋の右半分に青いマイデザインのタイルマットを敷き詰めます。壁には蓄光ウォールステッカーを貼っていくよ。一部の天井と床が見えてるぞ。わざとだよ。蓄光ウォールステッカーを隙間なく敷き詰めた状態でロゴを貼るとテーブルや椅子の位置とのバランスが悪くなっちゃったんだよね。だから B のロゴがある列だけ半マスずらして貼ったよ。下の隙間は椅子で隠れるし、上の隙間は写真を撮るときにはあまり見えないようにするよ。同じように A の部屋にもテーブルと椅子を置くよ。左側にも蓄光ウォールステッカーで A のロゴを貼るんだけど、背景を赤く塗りつぶしたマイデザインを貼るとポスターを貼ってるみたいになるんだ。なるほど、より部屋に馴染むようにするために透過したのか。最後にシャンデリアを飾って完成しました。というわけで、お正月のためのお部屋、もとい格付けチェックのお部屋作りでした。